これはうちの息子が小学生の時に少年野球チームの試合観戦に行った時の出来事です。ナイスボー。 Y 君、うろうろして何してるんだろう。 Y 君は外野を守っていたのですが、その動きがなんだか変なんです。何かを気にしながら守備位置周辺をうろうろ。試合終了後、 Y 君はうちの車で一緒に帰ることになったので、何があったのかを聞いてみました。すると、 Y 君さ、外野守ってる時うろうろしてなかった？応援席からも見えてたよ。なんか面白い動きしてたね。え、虫でもいたの？女の人だよ。え？顔が半分ない女の人に追いかけられてたんだよ。そうなんです。実は Y 君かなり霊感が強いのです。こういったことは一度や二度じゃなく、小さい頃から何度もありました。なので今回も決してふざけているわけじゃないということはすぐに分かりました。霊感が強いと大変だよね。私は見えなくてよかったわ。チャンネル登録よろしくお願いします。